2023年年末、横浜ベイホール。そこにはせわしなく動くあの男の姿が。そうなんですね。けど人が入るんです。出てがんねえな。まあ、ここのベイホールって俺たちにしてみたら本当に横浜最大の遊び場、ライブハウスであってクラブである。でマイティクラウンもここでずっとパーティーやってたし、けどそのマイティクラウンも活動を休止するっていう、なんかそれを考えたらなんかやんなきゃなみたいな思って、サイプレス上野が2015年に旗揚げした MC バトルイベント、エンターダステージ。クラブリザードから始まり、地元横浜のクラブにこだわり開催。そんな中、2017年以降会場となっていたザ・ブリッジ横浜の今年いっぱいでの閉店が決定。コロナ禍以降後を絶たない閉店していくクラブたち。サイプレス上野はある決断を下した。横浜にこだわり続けてきたイベントを横浜で愛されるベイホールで開催する。自らホールに連絡、準備を進めてきた。そしてその思いに賛同した多くの仲間たちが集結。エンターダステージ2023ファイナル。やりよう、やったねということで、お邪魔しますよ、まあ、お願いいたします。これはね、ほんとさっき思い出したんですけど、何十年前にここお邪魔したんじゃないかなぐらい、いつだってその世界のレジェンドというか、世界のスーパースターを見に来るところみたいな、このベイホールがこのヒストリーの塊を、はい、感動したのに見て会談とかないので、これは光栄でございますよ。本日よろしくお願いします。楽しみます。いいわけはい、進んでチャンスの隣には落とし穴が本当にあるモンスター。危ないことが怖いなら鍵をかけて部屋にいりゃいいだけだ。また誰かがきっと高重さ、あいつも昔から行かれてた、ぶっ殺されたパートだった。ライブハウスバスだね、囲まれてた。ダブリのマークの雨の中、誰のかましゃんの鬼を立てれば止まることなくなる携帯電話。昨年末に開催されたエンタダステージ2023ファイナル。ステージには横浜を拠点に活動する多くのラッパーが登場。彼らにとっても特別な場所であるベイホールでそれぞれの思いを届けた。飛び過ぎお前が大がベンスベンス気にするジャッジクラス。実はこいつも経験済み、それでも俺たちはメリージェンが好き。だから歌うラブグリーン、かませ一世ベイホールに。横に踊るプッシー、最初何もないし冷えとかもなくしたけ、昔それで食うための場合に別にみんな通る道。 Young Me, Young Me, Young Me, Speed 叩くラップレスやドキフェイク、それたちのステージャーに俺が天に化されたベイフォーシー、喜ぶのプレスイン。 Young Me, Young Me, Speed 叩くラップレスやドキフェイク、それたちのステージャーに俺が天に化されたベイフォーシー。ヒップホップを楽しいものだっていうのも全部教えてもらったし、やっぱ厳しさも教えてもらったっすけど、でもやっぱやりやすい環境を整えてくれたっていう、本当地元で本当に大切な先輩っす。
ようやく見たらしたまぶしてラスフラッシュかもがいていたラプター差し続けるファクター桁外れの落差ベイホールっていうその神聖な場所で横浜で一番神聖な場所って言っても過言ではないと思うのでそういうところでやっぱ後輩の自分たちとかに呼んでいただいてやらさせてもらうっていうのはすごい熱いことだなって嬉しいことだなって思います。総理大臣すらもきっと俺の意見に集中水車スイートキングサイズロックで飲む焼酎セックスをした後の女なんとか寂しそういかれちまった脳みそ塾に住むサディストまた新たな居場所探すきっと日の当たらない居場所テラスに立つストリートライブ情け容赦ねえ捨て身のファイトも避けちゃ通れないまた新たな居場所ここは日の当たらない居場所それがスティニットライブ情け容赦ねスティミのファイトも避けちゃ通れない。そして32名で行われたエンタダステージ MC バトル決勝参りましょう。先行がクール、ここがシーマーウェディーボーイ。どっちのビートでもガッチリかますよ MC だもん。二人の決勝見れてよかったらベイホールよ。シーマとクールがまあセッションまたうまい具合に行くでしょう。Yes セッションでも送ってやるわ今日は頑張ったでしょう。いやクリーンアップからのタイムリーヒット、悪いがこちらハイブリのシット、横浜兵庫でフュージョン勝子どうだよベイホールよ。俺たちこの音の狭間仲間が増えたならば未だに宝探しさ、あら嵐なんていらない甘しい形よりもこの宝は宝のまま今も風が吹いてる潮風の中横浜地区に来たらまあウェルカム後でごちそうさま言わせるような感覚で俺なら遊んでいたいだけアマプレイ夜でも朝でも関係ねえてめえと二人で酒飲み交わすわけマンチカのクールをごちそうさま、お利口ならいらないからこのポジションから、俺なら打ち込むでパンチラインはボディブローかな。 Yo 遊んでなんぼ、おかげで酒も迎えてる、全員のおかげで歌えてる、兵庫花が出てしようないぜ。終了。素晴らしい、やばい決勝らしい決勝だったね。いきましょう、先行クールの勝ちだと思います。高校シーマー2023年エンタダステージチャンピオンはクール。優勝したクールは KOK 決勝大会の出場権を獲得。横浜でこうラップ始めたやつとかはみんなこうベイホール結構憧れるステージ、まあそこで上野がやるっていうのはやっぱ感慨深いものありますし、すごい参加できて嬉しいなと思います。 Yeah これが開始の合図、日のバズあれと最新のバズに火つけてパス出して回収、ひっくり返る世界中毎週きっと西の夜じっと指揮を取る真相真理を読む真を生きの刻み続けてくメモリーで自信がなきゃまっすぐメモリーで今どうだ俺ら音遊びにくにしゃーな1、2の三振揃えばバーディー集まるダーディー Hey 乗り遅れるなよ Hey 音乗れば Hey 周り気にせず思わずバーディー右手で髪がしながらダンシー未来へ感じ Hey yeah マジで遊ぼう Hey キュッと何度も超えてきた Yeah 言葉の重みは殺傷能力愛に引き金の発酵よろけ目に焼き付けろ感動だ僕地方でずっとイベントやってきて、Z
ゼップ名古屋とか川崎一田でやらさせてもらった経験があって、なんかそれに近いものがあるというか、なんかすごい僕らも主催してる側なんで、みんなでなんで、なんかすごい同じ目線で頑張ってほしいなっていうか、応援してるというか、そんな中こうライブのオファーと僕ら3人バトルで今日出させてもらうんで、ブー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 まで行くぜ絶対に。ブーブーブー緊急事態響くサイレン、アミもアニメグラス監視体制、急を手間即座に繋ぐ内戦、我ら完全無欠のナインセンス、あふれる急なこの改善、忍び寄る夜の街でご対面、刺激力で読み邪魔さないよ、今日も立てる気を殺すぞ、今日は記憶を残してちゃんとやります、ちゃんとちゃんとやります、ちゃんとちゃんとのちゃんとの意味がわかんないけどね。そうですね、よくバイブスバイブスって言うけど、バイブスの意味がわかんないけど、でもそれをバイブスで理解しようとするのがバイブス。そう、間違いない、はい、だからちゃんとやるぜ今日は。まだあるらしい、あそこに宝物テッドが知られ厚かましい、俺たちが見つけたらすぐに閉める、宝箱よく言われる、お前らバカな笑って流しとく、バカが旅を続ける、仲間とまだ目入れたら終わっちゃいそうだから、次から次へ求めることが増えてく、ことにすっきり過ぎてく時の流れ、一瞬の覚えてることなんてないのに、気づいたらもう泥だらけ、くだらねえって言って笑うだけ、記者にかかれやくゴールが成功じゃなくて今のステイゴー、お前とか誰かの意思とは別に住んでくだよ、これはレース意地、生きりたってなんだよ意地に、一緒に立つべスタートの意地、面白おかしい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 、横浜ベイホールでの初の主催イベントを終えて、サイプレス上野が見据えるもの。パーティーは最高だったけど、ただもっと集まって、もっとなんか俺と吉野とかももっと人気が高まって、また頑張ってやっていくってことがすごい大事なんだなと思って、もう来年の12月22日抑えたんで、マジで今からお前らも抑えとけ、ディア。